もう大丈夫でしたら、間宮さんから聞いた話をみんなで検証します。よろしいですか？ああ、始めよう。じゃあ結局、その痴漢被害者の話に裁判で出た以上のものはなかったわけか。そうですね。特にこれといった新情報はありませんでした。俺もそう。だとすると、やっぱり江原の殺人動画の方を疑うべきということですか？捏造されたものだったと。まあそう話を急ぐんじゃねえよ。この動画が本物でも偽物でも、実際ネットに流したやつってのがいるわけだよな。まずそいつは一体何者なんだ？画面には三越場の殺害現場である偉人町の廃ビルが映ってます。俺はこの目で現場を見てきましたけど、血痕の位置も動画の内容と一致してる。そこから考えると、あの殺人動画をネットに上げたのは三越場殺害の共犯者たちです。まあそうだな。他には考えられん。私も八神さんと同意見です。じゃあ彼らがこの殺人動画を公開した目的は何ですかね？警察や検察、それに法そのものをおちょくってるのかもな。え？江原は法廷に痴漢の有罪判決を出させて三越場殺しのアリバイを確保した。その上で実は自分が殺したって動画をこれ見よがしに出してきたんだ。まるで罪を逃れた勝利宣言みたいに。なるほど、確かにおちょくってますね。ところでちょっと話変わるなよ。もし殺人動画が捏造されたものだったとしたら、どういう風に作るんだ？例えばそうですね、まず真犯人が三越場を殺すのを撮影して、その映像に江原の顔を合成するんです。ハリウッド映画なんかじゃもう結構普通にやってますね。それでもどっかに合成の跡が残っちまうんじゃねえのか？今のところ例の動画にそういう痕跡は見つかってません。つくもさんからはそう聞いてます。この議論は前にもしましたね。殺人動画を捏造と疑うのであれば、もう私たちにできることはありません。じゃあ改めて動画が本物という前提で仮説を立ててみよう。その場合、痴漢事件の方に何かフェイクがあったはずだ。それを見つけられるだけの材料はもう集まってると思う。間宮由衣と会いに行く前、八神さんは江原の痴漢に替え玉がいたんじゃないかと言いましたね。本物の江原は偉人町で三越場を殺害し、その後痴漢と入れ替わって取り押さえられた。でもその入れ替わるタイミングはなかったんですよね。池袋のホームに立ってから江原は常に防犯カメラの目にさらされてます。いや、それについては違うんじゃなかった？え？一緒に作ったよな、これ。新宿駅ホームの俯瞰図だ。ええ。あ、なるほど、確かにここに答えがありましたね。江原は常に防犯カメラで姿を捉えられてたわけじゃなかったんですよ。どういうことですか？この俯瞰図の中に注目してほしいポイントがあるんだ。それがどこかというと、なんだ、怪しい。
矢印の点線になっている部分は防犯カメラから死角になってたんだ。ほんのわずかにだけど、ここを走り抜ける江原と間宮さんの姿は映像に残っていない。確かにそうみたいですね。ここで痴漢をした替え玉の江原が本物と入れ替わったということですか？可能性としてはあり得るよね。ええ、ですが実際の事件の時はすぐ後ろから間宮さんが追いかけてました。その目を盗んで二人の江原が入れ替われるでしょうか？人混みの中だし不可能とは言い切れない。でもそれが江原の計画だったとしたら、かなり運任せですよね。運任せ？ええ、だって事件当時朝のラッシュアワーで人がいっぱいです。そんな中を江原が防犯カメラの死角まですんなりたどり着ける保証はないし、下手したらその前に周りの人たちに取り押さえられてたかも。確かに。そもそももし間宮さんが電車の動いているうちに周りへ助けを求めていたら、江原はホームに降りる前にアウトでした。あ、ですよね。やっぱり。矢上さん、どうでしょうか？これまでの江原の一味には緻密な計画性を感じます。ですが肝心なところを運任せにしてるというのは星野君の指摘通りかもしれません。いやー、そんな。ああ、さすがだな星野君は。ただあいにく俺はまだ自分の読みを捨てたわけじゃないよ。え？一見運任せの偶然に見えることも全部仕組まれてたとしたらどうかな。どうかなと言いますと？やっぱり江原たちは計画の中に運任せの要素を残せなかったはずだ。で、そう考えると今度は必然的にその穴を埋めるある可能性が出てくる。ある可能性？それって何のことです？痴漢の被害者だった間宮ゆいは初めから江原とグルだった可能性がある。え？その場合彼女は江原のこともその替え玉がいることも全部承知してたんだ。ホームの死角で二人の江原が入れ替わった時も追いかけながらそれを見なかったことにした。痴漢の被害者と加害者が事前に示し合わせていたというんですか？まさかそんな。怒る前に聞いてほしいんだけど、これはあくまで替え玉のトリックを成立させるならって話だよ。二人の江原は追ってくる間宮ゆいにさえ目をつぶってもらえれば防犯カメラの死角を狙いすまして入れ替わることができる。逆に間宮ゆいがグルでないならこの入れ替わりはリスクが高すぎるとも言える。で、駅で替え玉と江原の入れ替わりを確認した間宮ゆいはそこでようやく本物の江原を指して痴漢だと大声で助けを求めた。周りの通行人たちは盲目的に逃げる男を痴漢だと考える。とりあえず捕まえて本当に痴漢だったかは後で警察に調べてもらえばいい。待ってください。今矢上さんの言ったやり方だと江原が間宮さんのお尻を触れるタイミングがありません。でも江原の手からは被害者の下着と同一の繊維が検出されているんです。いや、その件も間宮ゆいがグルなら大丈夫なはずだよ。例えば替え玉の方が
池袋駅の防犯映像に映ってる時、その裏で間宮ゆいはあらかじめ江原に自分の下着を触らせることだってできる。ホームで痴漢する相手を物色してたって時間はそういう下準備にも使われたんじゃないか。うん、なるほど。細かい辻褄合わせは後にして、大事なのは間宮ゆいさえグルなら江原のアリバイを崩せるってこと。やっぱり江原は痴漢の汚名を着て三越場殺しのアリバイにした可能性がある。そうですね、多分それで決まりだと思います。そして検察はといえば、痴漢の実刑判決をまさか自分たちから間違ってましたとは言い出せない。三越場殺しについて江原を疑えず、それどころか殺人動画を捏造だとまで言わされてるんだ。見事におちょくられてますね、法そのものが。江原は息子へのいじめを法廷に訴えたのに認めてもらえなかったんだよな。学校も第三者委員会も、そして裁判所もいじめの事実は確認できなかったと片付けた。だからそんな法に強い反感を持ったとしてもおかしくない。あの、待ってください。ん？間宮ゆいはなんでそんなことに手を染める必要があるんです？彼女には小さな子供もいて、経済的に困っているようでもありませんでした。なのに殺しのアリバイ工作に手を貸すなんて、どこにそんな高いリスクを負う理由が？ああ、彼女の動機はまだわからないな。けど例えば間宮ゆいにはリスクを超える見返りが約束されてたのかも。それとも江原に何か弱みを握られてるとか。殺人の片棒を担がされるほどのですか？そんな弱みを握られるような接点が？なあ、間宮ゆいのプロフィールって俺にも教えてくれる？そこに何か江原との接点になりそうなもんないかな。見てみますね、ちょっと待ってください。よう、その間宮ゆいが江原とグルだって根拠、もう一つ思いついた。何です？そもそもこの痴漢事件は大々的に人目に触れて初めて三越場殺しのアリバイに使えるもんだ。だがもし痴漢した相手がそのまま泣き寝入りしちまったら誰の目にも止まらねえ。そんなもしを残したまま計画は立てられないだろうな。ああ、それとやっぱり間宮ゆいが来るなのは江原の計画にとって大前提だ。確かに江原は痴漢の被害者と示し合わせて検察の目を欺いた。さらにそれ以外にも仲間がいます。間宮ゆいからそのつながりを見つけられれば、多分一気にそいつらも引きずり出せますよ。間宮ゆいのプロフィールですけど、結婚前の旧姓は鈴木、年齢は30歳、東京大田区出身で、小中学校は公立、高校は私立黒川学園から東都大のビジネス学部を卒業。ん？旦那さんとは職場結婚だったみたいです。旦那の間宮太一は株式会社テクノゼータ工業デザイナー、6年前に生まれた一人息子は蒼太くんで小学校1年生。待った、間宮ゆいの高校黒川学園って言ったよな。最近耳にした。偉人町でだ。あれは確か
俺が巫女柴の殺害現場に行った時、それを遠巻きに見てた奴らがいたんだ。3人組で事件の現場を冷やかしで見に来たって言ってた。そいつらが黒川学園の同窓生だって。身分証はお持ちですか？免許でよければ。赤池さんですか？お年は30歳。赤池さん30歳、間宮由衣も30歳。それが何だって言うんだ。俺ら今間宮由衣と江原の接点を探してんだろう。黒川学園のホームページを見つけました。偏差値はかなりいいですね。都内の大田区にある学校です。間宮由衣の実家から近い。あ、なんだ。女子の制服がすごく可愛いです。この野郎、司法試験からやり直すか。いや、その制服にも見覚えがある。え？清涼高校で江原敏郎からいじめを相談された沢って先生がいるんだ。彼女も黒川学園の卒業生だったのか。沢先生の年は知らないけど、もしかしたらやっぱり30歳かも。下手したらみんな同窓生だ。つながったと言えるんでしょうか。無関係だったはずの痴漢とその被害者が。まだ細いね。すぐにでも途切れそうだよ。でもこのつながりを無視するようなやつは探偵に向いてない。無関係であるはずの痴漢加害者とその被害者、点と点とがつながり、結ばれた線は一本にとどまらない。やがてそれらは一つの疑いへとたどり着く。江原は周到な計画に基づき、あえて痴漢の汚名をかぶることで衆のアリバイを作ったのだ。巫女柴弘殺害の発端は4年前に自殺した江原敏郎君へのいじめでした。ネットに出た殺人動画は、その父親江原明弘が息子の仇を討ったことを示している。また江原には複数の共犯者がいます。彼らは10月7日朝6時半、自宅を出た巫女柴を車で拉致し、廃ビルに連れ込んで激しい暴行を加えた。そして午前7時半、多分巫女柴が江原に殺害されてた時も、カメラには映ってませんが、近くに控えていたんじゃないかと思います。同じ頃、そこから30キロ以上離れた池袋駅の防犯カメラには、もう一人江原そっくりな男が映っていました。以降彼を替え玉と呼びます。替え玉は1時間以上ホームのカメラに身をさらした後、午前9時6分、間宮由衣と同じ電車に乗り込みました。そして間もなく車内で痴漢騒ぎを起こすと、新宿駅ホームの死角で本物の江原と入れ替わり、巫女柴殺害のアリバイ偽装に加担した。これを成立させるには、痴漢被害者の間宮由衣もあらかじめグルであることが必要です。なるほど、巫女柴殺しのためにえらい人数が動いてるな。間宮由衣と替え玉の痴漢、それに巫女柴を拉致したって連中、江原はどうやってそんな仲間たちを集められたんだ。ええ、その鍵になる人物として浮かんでくるのが、清涼高校の教師で沢陽子です。彼女は
敏郎君にいじめを打ち明けられたただ一人の大人で、2ヶ月前は三越場の教育実習を見てました。さらに間宮ゆいと同じ黒川学園出身です。三越場の殺害現場を冷やかしに来てたって連中も黒川学園の卒業生でした。彼らは全員年も近く、同窓生だった可能性があります。そいつらが江原の仲間ってことか。で、三越場を殺すのに協力した。沢陽子が彼らと江原をつなぐ中心人物だったかもしれませんね。彼女は敏郎君が自殺したことに対し、教師としてずっと自責の念があった。それで江原の復讐に協力するため、自分の同窓生たちをかき集めたと考えられませんか。ああ、確かに。でも俺はそうであってほしくないとも思ってる。え？沢先生はいい教師です。熱意があって生徒のピンチには必ず手を差し伸べようとする。そして4年前に教え子の自殺を防げなかったことをずっと悔やんでました。ただ彼女にとっては三越葉博も教え子だったはずです。その殺しにもし加担してたんなら、俺はもう人を見る目に自信が持てません。八神、明日また偉人町に行きます。とにかく沢先生に間宮ゆいの名前をぶつけて直接その反応を見たい。それまで彼女を江原の一味と考えるかは保留だ。そうですね。あの、ちょっといいですか。黒川学園を調べてたら気になる情報が出てきました。なんだよ。もう13年前になるんですけど、この学校でもいじめ自殺が起きてました。校舎から3年生の男子生徒が飛び降りたんです。沢先生も言ってた。同級生だった男の子が飛び降りたって。ええ、その件ですね。男子生徒の名前は楠本充。30歳になった今も昏睡状態が続いているとあります。そんなことまでネットに出てんの？普通は出ないと思うんですけど、実は彼の母親が今厚生労働省の事務次官なんです。楠本玲子って聞いたことありません？ないかな。私はニュースで見ました。その息子さんのことも取り上げられてましたね。ほら、厚労省は前に一ノ瀬って事務次官が逮捕されて大変だったじゃないですか。なのに後任者もその息がかかってて何も立て直せず、みんな呆れてたところへ抜擢されたのが楠本さんなんです。ずっと出世コースを外れてたので、それまでの主流派としがらみがなく、ベテラン官僚として知識や経験も豊富だって、加えてお子さんの不幸もあるせいか今ヒロイン的な人気なんです。省内の若手たちにも人望があるみたいで。それって今回の事件と何かつながってくるか。どうでしょう。でも楠本玲子も江原も子供がいじめの被害者だったわけですよね。これも今までは見えなかったつながりかもって思ったんですが。その楠本玲子の息子、13年前に起きたいじめってどんなの？ですね、加害生徒は黒川学園3年生の河合真也。学校の中でも外でも日常的に満君を小突き回してたそうで、うわ、口に雑巾加えさせたりもしてたようです。ひどい。担任の先生もあれですね、いじめの様子を見てたのにやりすぎんなよってニヤついてたそうです。ああ、しばらくメディアに叩かれてたな、覚えがあるよ。多分その時のいじめに同級生だった沢先生や間宮ゆいも居合わせてたんだ。そして満君を救えなかった罪悪感を抱え、江原に共感しやすい状態だったのかもしれません。そこから先は
本人たちに聞いてみないとだな。まず明日、沢先生によろしくお願いします。私の方は江原の控訴に向けて動くことにします。あの痴漢裁判にはやはり重大な見落としがありました。彼は無実だったんです。なぜならその時息子の仇を殺していたから。ただの痴漢だったはずが、えらいことになってきたな。